今回はですね、この録画機材ですね、今映ってるこの環境をまあなんとかどうにか、きれいにできないかなと思いまして、今、まあ、前回の動画にですね、ちょっと最後にご紹介した通り、まあ、いろいろ改善を図っていっております。で、まあ、第一弾が前回、前々回かな、前々前回か、カメラをですね買い替えましたということで、今まで iPhone で撮ってたやつを、D850、ニコンの D850 に今変えましたというところですね。そちらのご紹介をいたしました。で、今回はですね、まあ、なんていうんですかね、このライトですね、今、1灯でやってるんですが、これがね、まあ、明るくはできるんですけど、このデスクトップ用のですね、こういうライトで、L 型の、なんとかな、デスクトップ用のやつを使ってるんですが、まあ、なんせね、民生用なので、まあ、そんなによくないですね。色温度とかもね、こう変えられるんですけど、炎色性ですね。これがね、あんまり良くないかなと。要は、その、色をね、こう、色温度を変えたら、こう、色調が変わっちゃうんですよね。明らかに、ちょっと、これは調整してないなという感じがあって、もちろんね、セコニックのメーターでね、ちゃんと測った方がいいんじゃないかなとは思うんですけど、あれ高いんですよ。私もね、セコニックの露出計持ってるんですけど、スポットメーターのやつ持ってるんですけど、なんかね、色温度が測れるやつね、そういうの桁が一つ違うんですよね。何十万っていう風なのがするやつなので、ちょっと個人では買えないなということで、もうそういうのを買うよりはですね、もう炎色性がちゃんと測定されて、まあ、96とか、いうレベルのものを、まあ、買わないとちょっと、ダメだな、ということでですね、まあ、ライトを買いました、ということです。で、今回買ったのはですね、これです。よいしょ。トティックスの、ヌアーダ、R32 というやつですね。これもう、業務用機ですね。プロ機です。はい。プロ機といってもね、そんなに高くないですよ。5万ぐらいかな。いや、5万高いわって話なんですけど、LED ライトってね、割と高いんですよ。うん。今まで使っていた、L 型のキーライトっていうやつ、名前思い出した、キーライトなんですよ。で、キーライトってやつ、割と大きいやつなんですけど、あれもね、いくらだったかな、高くなる前だに買ったので、3年ぐらい前に買ったので、2万ぐらい買ったりしたんですけど、今買うとね、確かに3万ぐらいするんですよね。なので、まあ、プラス2万でこれが買えちゃうっていうですね、プロキーが買える、というものです。あと、これと、これに合った、三脚ですね。よいしょ。よいしょ。はい。これです。フォティックスの PX200 っていうやつ、逆だ。こうですね。はい。PX200 っていう。まあ、これは何の変哲もない、ただの、ライト用の三脚ですね。はい。で、フォティックスっていうところは、まあ、日本だとあんまり使われてないかな。あんまり見ないですよね。はい。別のメーカーさんが、有名なんですが、日本だと、こういう、これって、いわゆるフラッシュのライトではなくて、まあ、ビデオ撮影用の低常光ライトなんですよね。で、低常光ライトって、あんまりこれまで、フォーカスされてなかった。で、ほとんどは、いわゆる、なんていうのかな、フラッシュライトの方ですね。要は、シャッターを切った瞬間にバッとつくという、そっちの方のですね、需要が大きかったからか、それだとですね、ま、いろいろメーカーがあるんですよ。ところが、低常光ライトですね、ビデオ撮影用のライトって、あんまり情報がなくて、私もね、これ買う前、一体何を買えばいいのかさっぱりわからんというところで、できるだけ業務用機もしくは業務用に近い、ものが、欲しいなぁとは思っていたんですが、まあ、なんせ情報がないというところですね。で、このフォティックスはね、国内でちゃんと代理店さんがあるんですけど、あんまり普及してるとかどうかっていうのは、まあ割と怪しい。まあもちろんね、有名なメーカーさんなんでしょうけど、はい。私の目にはかなり、まあ探すのが大変苦労した
あものですね。あのニューヨークのね、あのメーカーさんなので、多分ね、あの海外というか日本以外では割とメジャーなブランドなんじゃないかなと思うんですけど、日本だとね、私はやっとね、秋葉原の、この間秋葉原に行ってきた時にヨドバシカメラをぐるぐる回ってやっと見つけたんですよ。あ、これだ、これこれこれって、俺が欲しかったのはこれだよというものですね。やっと見つけられましたよというところで、あの喜びさんで、注文しましたと。で、秋葉原のヨドバシカメラで買おうかなと思ったんですけど、これ持って帰るのね、死にますよね、これね。飛行機で入れられないので、で、その場でですね、秋葉のヨドバシでヨドバシカメラ .com の方で、注文をしまして、お正月の前にですね、ちょうどあの私がコミケに出店してる時に、届いたと。中もうね、あの翌日に届きましたね早い、ヨドバシカメラ早い。昔はね、なんかね、その日に届けるって言って、あのその日に2日後に届いたりとか、割となんかこう雑な感じだったんですけど、最近はすごいですね、ヨドバシカメラすごい。特にあの、まあ私もあの福岡住んでますけど、割と近くにですね、そこにヨドバシカメラがあるので、まああの便利に使わせていただいております。はい、あのね、通販メインではないとはいえ、なんか在庫もね、もう完全連動しちゃってるみたいなので、ね、あのお店にあるものはあのそのウェブで、買うと一撃で引き当てられてしまって、お店で買えなくなるっていう風になんか店ね、お店のおっちゃんが言ってたぐらいなので、まあなかなかね、こう近代化すごいですよね、ヨドバシカメラね。はい、あのカメラ系では私はあの大変信頼させていただいております。もうねずっと使ってますね。はい、あの新宿の、ね、西口のヨドバシカメラもずっと使ってました。はい、ということで、今回ね、あのこのフォティックスのヌアダ R32、何がすごいかというとですね、これは私が欲しかったものなんですけど、それはあの L 型のキーライトでは、全く成し得なかったものです。まずね、1点目がね、これ単体で動かせるんですよ。で、このね、後ろにね、コントローラーが全部ついてるんですね。つまり外に持ってっても、これ単体で電源、あのコネクティブ、あの何ていうんですかね、パワープラグにビッと刺すと、もうここでね、あの色温度とか色のね、あの強さとかが設定できて終わり。うん、これ素晴らしいですよね。これね、L 型のキーライト、これができないんですよ。L 型のキーライトは、こうあの、なんとかデックっていうのが、なんだっけ、ストリームデックか。あ、ストリームデックっていうのがあって、そこでね、ポチ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 やるか、デスクトップとか、あと iPhone のソフトで、こう強さをこうって、あの、強くするとか、そういう、その、ワンアクション入っちゃうんですよ。スマホでスマホとか PC で制御しないと、電源ポチって入れても、いきなりバッとついて、パッと消えちゃう。か、もしくはもう最大光量でベーッとついちゃうか、みたいな。か、前回覚えてる光量でとりあえずつくんだけど、それ以上何もできないみたいな。そういう感じになっちゃうんですね。それじゃ困る。それじゃ困るんですよ。でね、しかもね、L 型の、あの、キーライトストリームデックの全然ダメなところは、あの、Wi-Fi で接続するんですけど、すぐね、PC がね、PC というか Windows とか Mac とかのクライアントが見失うんですよ。で、そのアプリをね、再起動しないと全然使えないっていうですね、ほんとガチで使えないやつですね。あの、なんでこんなしょぼいインターフェースにしてるのか全然わかんないですけど、それだったらね、もうなんか有線で、USB で繋がせろよというぐらいしょぼいですね。で、しかもその、あの、ストリームデックの方は、有線で繋いでるにもかかわらず見失うっていうですね。もう何なんだこれみたいな。ほんと、あの、L 型はね、あの、割と好きなんですけど、そのね、ネットワークのね、プログラミングの弱さ、ソフトウェアのボロさ、これはね、もうほんと許しがたいですね。あの、捨てようかなと思ってます、本当に。あの、ね。ただ、あの、ストリームデック、あの、まあ、ストリームデック、僕はまあさておき、そのキーライトの方はまあそこそこ使えるので、まあ壊れるまではとりあえず使おうかなと思って、だましだまし使おうかなっていう、そういう、あの、非常にこう、あの、後ろ向きな選択なんですけど、それをね、あの、こう、撮影のたびにね、こう再起動だの、なんだの、接続ができないからパワープラグ外すだの、っていうのを今までやってきたんですけど、もういい加減、もうこんな、あの、まあ、なんていうのかな、
ことはやってられんということでですね、決別をしまして、ちゃんとしたものを買いましたと。これです。で、これね、ウェブ上ではほとんど見かけないし、ツイッターとかでも買ったっていう人はほとんど見かけない、ものなんですが、YouTube の方でですね、いくつかの動画で、紹介していただいているものがありまして、プロカメラマンの方ですね、が、このフォティックス R3、ノアダース R3 を、紹介していただいているやつを見まして、あ、これこれこれと私が欲しかったのはこれだということです。で、でした。で、もう一つすごいところはですね、その単体で、完結してるんですけど、これね、リモコンついてるんですよね。だからここに座って光量調節はここでできちゃうんですよ。ピッピッピッって。これ素晴らしいですね。ワンオペでやってる人にとってはまさに神機ですね。わざわざね、立ってね、こうやってポチポチやったりとか、あと手が届かないところまでこれ上げられるので、天井付近までこれね、薄いですよ、とにかく。ほら、だから天井付近までこれわーっと上げて、やっぱりもうちょっと絞りたいとかと思ったら、これ届かないですよね、画面見えない。で、それでこうリモコンでポチポチできるっていうのは本当素晴らしいですね。で、スマホでね、やっぱりつないでこうやってやるのはあるんですけど、これもね、ネットワークでね、なんかね、見つかんないとかね、もうそんなね、ことやってらんないですよね。本当、そういう無駄な時間、無駄な努力をやめるというところ。これで、まあ、とにかくこれを買ってみました。今ね、これもちろん箱開けてないので、今、その、L 型のキーライトからの明かり1灯だけ、しかも正面、というですね、正面固定にしてるのはなぜかというと、机の上に固定しちゃってるからですね。L 型のキーライトは、まあ、棒がね、ついてるんですけど、下がね、デスクトップの方にクリップしてこう下がねじ込むやつになってるので動かせないんですよ。これもね、もちろんね、それはね、キーライトが悪いというよりはただ単に三脚買ってないからなんですけど、単独のね。で、単独の三脚買ったところでね、家の中でしか動かせないんですよ。それがね、やっぱね、ちょっと今言っちゃうんですよね。なんだったらね、外に持ってきたいですよね。そういう、まあ、用途もありまして、これに買いましたというところですね。はい。あと、この、まあ、もう一つ決め手は、割と消極的な、あんまりこう、前向きな話ではないんですけど、これ、アメリカ製だっていうところですね。アメリカのメーカーの、実際作ってるのはこれ、メイドインチャイナかもしれないんですが、とはいえね、会社さんが、アメリカの会社だっていうところですね。まあ、これ系って、これメイドインチャイナって書いてますね。チャイナって書いてあるんですけど、会社さんは今、US のメーカーだっていうところですね。ちょっとね、私はチャイナのメーカーは完全に 100% 信用してないので、まあ、DJI とかも含めてなんですけど、ね、データを抜いたりとか、あとなんか余計なことに使ったりとか、横流ししたりとか、データとかね、あとその戦争とかにその資金を使われたりとかいうことがあるので、共産圏には極力お金を落とさないというふうにもう最近完全に、腹を決めておりまして、それはまあ例のウクライナの侵略ですね、ロシア、あの辺のですね、ロシア、中国、北朝鮮、あの辺の悪の枢軸系のところには、まあ、これからお金は落とさんということで、まあ、ちょっとメイドインチャイナのところはあるんですけど、これはまあフォティックス側の問題なので、いずれ、ね、別の工場に、移転していただければなと思うんですが、まあ、いずれにしてもチャイナ製のね、例えばアリエクスプレスとかでこれっぽいやつは 割と安く売ってるんですが、そういうのは買わんということで、心を決めておりますので、そこもまあ一つの決め手かなと思います。はい、余談でした。じゃあちょっと開けてみますね。はい、で、実はこれ2等セットっていうのを売ってたんですよ。2つもいらんなと。なぜかというとうち狭いので、はい、確かにね、2等あると便利なんですけど、私別にビデオをお仕事にしてるわけではないので、1等ありゃ十分だと。もしかしたらね、将来2等欲しくなるかもしれないんですが、はい、あれ、よいしょ、はい、
まさにプロ機ですね、これね。でっかい入れ物がついてました。ありがたいですね。かっこいいですね、これね。はい、なんかプロっぽい。はい、プロじゃないですけど。はい、ということで、フォティックスヌアダアルスリツ。これね、この入れ物がね、映った動画が、画像がどこにもなかったので、なんかね、ケースって書いてある、付属品ケースって書いてあったので、どんなのがついてるのかなと、不思議だったんですけど、これです。裏は何もついてないですね。ということで、外にね、なんか撮影しに行きたいなとか、ロケーションで、ね、例えばゲームセンターを撮影しに行きたいなとか思っても、これ持っていけば OK ですね。もちろん三脚もいりますけど、はい。ちょっと中開けてみますけど。三脚って言わないのかな？一応ね、足3つあるので三脚でいいと思うんですけど、足がね、こうピュッてちっちゃくて、上が長いんですよね、ビヤーンって。という、ライト用の三脚ですね。じゃん。はい。ちょっと、ひっくり返っちゃうかもしれないので、あれですけど。はい。こんな入れ物になってます。まあ、組み立て用ですね。あとは、まあ、クッション材がほとんどかなと思います。うん、AC アダプターだけですね、これね。うん、と、あと、日本語の説明書と、ワランティーカード。あれですね。英語の説明書っていうのは、こっちがオリジナルですよ。こっちが日本の販売代理店さんがつけていただいてるやつですね。国内販売店は、サエダっていうところですね。ところらしいです。はい。場所どこだろう？書いてない。な、082なので大阪ですかね。はい。の会社が、まあ、ないよりあった方がいいかなというところですね。これは説明、保証書に相当するやつなので、ちょっと大切に取っておきたいと思います。はい。と、よいしょ。もう一つがこの三脚ですね。三脚の箱かっこいいですね、これね、色がね。はい。こういうふうに、まあね、かっこいい動画をとかを撮るための機材はね、箱もね、こういうかっこいい箱だとね、だいぶテンション上がりますね。はい、これもやっぱり保証書、国内のそのサエダがつけてくれた、国内保証書っていうのがついてますね。輸入で買ってもいいと思うんですけど、国内保証当然販売代理店から受けられるはずもないので、まあ、そういうの考えるとね、もう三脚ね、これ数千円なんですよ。7000円ぐらいのやつなので、三脚に、ライトの三脚に7000円高いとかもいいかもしれないですけど、まあ、送料だけでね、5000円とかかかっちゃう時代なので、もう7000円だったら国内で買った方がいいですよね、圧倒的に。はい。はい。純正の、フォティックスの、まあ、純正の三脚です。かっこいいんですよ。マットですね。ね、ここにロゴがね、ちょっと見えるかな。入ってますね。見えるかな。まあ、とにかくね、なんか、ちっちゃすぎてあんまり見えないか。はい、こんなとこですね。書いてます。あと、全体が梨地になってますね。反射しないようになってるので、これは、映り込みを防止する意味では、非常に重要かなと思います。マニュアルフォーカスをお届けしております。なんでかというと、D850 ってですね、ニコン のレフ機なので、っていうのと、あとレンズがね、AFS っていう超音波モーターのレンズなんですよ。だから、オフトフォーカスするとね、ジーコジーコってうるせえんですよ。スコーン、スコーン、スコーンって音がして。なので、切ってます。マニュアルでやってます。その辺はね、ニコン Z シリーズとか、ああいう新しめのね、レンズ。もちろんね、オートフ、一眼レフのやつも AFP っていうやつが、パルスモーターに変わったやつがあって、そのレンズにね、変えちゃえばいいんですけど、ないんですよ。このね、20の、あ、違う、24の70に相当する画角なんですかね。
もうニコンそれの前に諦めて Z シリーズの方に行っちゃったので、もう多分これから先、そういうレフ機用の、新しいレンズなんてもう多分金輪際出ないんだろうなと思って諦めてます。はい、ということですね。こういう感じの三脚ですね。はい、もちろんねこれ上に持ってってねもっと高くすることもできるんですけど、はい、まあ普通は大抵みんなこういうふうに落として、やってるかなと思います、ね、とこっち側この上ですね、上がここキャップはまってるんですけど、よいしょ、はい、これでねじ込み用のネジが上についてますね。はい、ここにこっちの R32 をねじ込むようなものになるかなと思います。うん、まあ悪くないですね。うん、作りは相当よく見えますね。その辺の安めの国産の三脚よりも圧倒的によくできてる気がします。気に入りました。手垢もつかないしね。あと撮影してる時にこれが反射して目にライトとして映っちゃったりとかいうのもないはずです。はい、ではちょっとこれにですね、ちょっと R32 をよいしょちょっと伸ばしまして、よいしょ、またいいと思いますよ。よいしょ、これですね。はい、とりあえず開けますね。ここに刺して、お刺さらない、ちょっと待って、はい、これで大丈夫ですかね。ちょっとキッキーうるさいけどすいません。はい、こんな感じになりました。ちょっと下げますね。はい、でかいですでかいです。はい、こんな感じですね。裏にこんな感じでコントローラーがついてますね。ピントを押しますね。はい、フォティックス R32 ですね。ここが電源スイッチですかね。はい、でここがコントローラーのリングですね。で、ここでポチポチやるという形です。で、電源入れると、ここが、ここ、こっちかな？こっちか。これが、ついて、ここにね、表示が、まあ、モノクロ液晶なんですけど、表示が出ますね。つまり、これだけで、すべてが動くというんです。よいしょ。はい。あと、電源プラグが、こんな感じの、ついてるので、これをおそらく、ここ。ですかね、AC パワーのところに、つなぐと、こういう形になるかなと思います。はい、あとはね、コネクタがね、これなんか海外製のらしく、いろんな地域のが入ってますね。はい、この中から選んで、好きなのを選んでさせと、こういうことでいいかな。日本のあった、はい、アメリカ地域、日本地域のやつ、これですね。これを AC アダプターに挿せば良いというものですね。ちょっと待ちください。ロック、はい、はい、これで AC アダプターできました。れるかな、あったあった、これですね。パワーサプライ、ですね。ここにはめました、はい。まあこれつけとけばね、あとは変圧器とか変あれを使えば海外でこの変換プラグはいらないような気はするんですけど、まあ一応これでできると。
ではちょっとせっかくなので今つないでみたいと思いますね。AC アダプター自体は長いので、だいぶ遠くでも届きますね。はい、こんな感じですかね。はい、R とスイッチオンですね。で、ライトスイッチオン、これかな。はい、つきましたと。はい、ここにね、もう液晶がもうバッチリ出てますね。3200Kで 0.1% で、これダイヤルですね。これをくるくる回すと何かが変わるが変わらない。でここで、ね、多分カラーテンプ、これを押してそうですね、これで色温度が変えられますね。3300K200K が一番下みたいですね。はい、3500K ぐらいにしておきましょうか。とりあえずね、ブライトネス、これが光量ですよ。 0.1% からぐわーっと 40%、50%、60% というふうに変えられますよと。これもね、多分ね、めちゃくちゃ明るいので多分ね、10% ぐらいで全然いけるんですよ。はい、はい、あとこっちがチャンネルグループってやつですね。これはこのリモコンですね。リモコン用のチャンネルのようです。はい、こんなリモコンですね。まだこういう、この保護剤が、保護シールが貼ってありますけど、なんかあの見た感じ、あの Fire TV スティックのリモコンにそっくりです。うん、あの握りやすいですね。はい、これは多分あの電池ですね。単位音が2本かな。うん、あの炭酸かな、うん、ちょっとどっちか分かんないですけど、だと思うんで、これは後で、設定したいと思います。はい、これでまあポチポチして、色とかグループとかオンオフ、ここでできるというものですね。はい、とあとは、まあ、今回使わないんですが、ここのですね、よいしょ、ここにね、あのビデオ用のバッテリー使えるんですよ。2個、2個必ずいるような気がするんですけど、これはあのソニー用のやつがあれば、ここにねブスッと挿せばいけるというものらしいです。まあ、まあね、うちもちろんソニーじゃないのでこの間バッテリー持ってないんですけど、もしこの電源がね取れない、エクストリームな場所であれば確かね120分ぐらいいけるんですよね。うん、なのでまあ一般の録画であればまあこんなんで全然いけちゃうというですね、非常に便利なやつですね。はい、まあこれはさすがに使わんかな。うん、電源大体取れるようなところにあの取るような気がするので、はい、です。で、はい、こんな感じですね。明るい、まあ、見ていただいたら分かるんですが、あの明かりが、光量がね均一なんですよ。あのリムのね、ここの端っこにLED が、置いてあるらしくて、この真ん中に向かって照射してるらしいですね。で真ん中で、拡散して反射しているので、ライトボックスとかソフトボックス、あれがねいらないんですよ。んだもんだからむちゃくちゃ薄いですね。これですよ、この薄さ、すごい俺の部屋におけるこの薄さですね。これはね良いですね。うん、でこれのもっといいところはね、これあの上までこうあの上げて天井付近にですね、まるでこうあの普通のねシーリングライト、家のねライトのようにこれをぐわーっと上げて、こんな感じで下向きにね、置くとこういう風に、うん、これができちゃうんです。これで天井付近までガチャーンぐわーんと上げちゃう。でリモコンで制御っていうですね、これができるというですね、はい、これがやりたかったって感じですね。はい、もうねマニュアル読まなくてもできちゃいますよね、これね。簡単すぎて、ブライト、カラーテンプ、あとチャンネルで、このボリュームでクリクリだけというですね、はてこんなんでいいんだろうかっていうぐらい、簡単です。はい、
まあね、あの風呂機というのはこういうこうないといけないですよね。はい、マニュアルなんか読んでる場合じゃねえっていうところがありますので、はい、あの直感性がまあ大事かなと思います。はい、ということでこれをね、せっかくなのでこの動画の中で、早速明かりを照らしてみたいと思いますので、こっちにね、よいしょ、来まして、ちょっとね、明かりがどのくらい変わるかを見てみたいなと思います。うわっちょ、今ね、1段目を上げたところですね。あと2段目をぐわっと、うん、これ何かな、はい、こんな感じで、ライトを入れてみました。はい、ちょっとね、ピント合ってない。どうですかね、ちょっとまだ上げすぎたかな。よいしょ、ちょっと下向けました。ちょっと見やすくなった。こっち側のね、上からのライトが大きくなったので、だいぶ陰影がついたかな。もうちょっとね、正面のライトを上げた方がいいかもしれないですね。これでどうだ、これで少しは、でもちょっと飛んでるな。こっちもっとね、絞っていいですね。 10% なのにこれ強すぎますね。はい、これで、だいぶ見栄えが良くなったかなと思います。もちろんね、人によってはもっとね、陰影をどうにかした方がいいという人がいるような気がするので、ここら辺もちょっと、まあ、試行錯誤の世界かなと思いますね。はい、いずれにしてもちょっと、これもね、もうちょっと下げた方がいいかな。ちょっともうちょっと弱めた方がいいかなという気がしますね。はい、ちょっとね、ちょっと待って、ちょっと弱めてみますかね。よいしょ、ちょっと 5% に、落としてみました。まあ、少しマシになったかな。はい、ちょっとね、今度はこっちが強くなりすぎたので、はい、これでどうかなというふうに、ちょっとね、試行錯誤が必要なんですけれども、いずれにしてもちょっとライトに関してはだいぶいい、感じ、少しマシな、これもちろんね、完璧とは言い難いかなと思うし、こっち側がね、今度は暗くなっているので、こっち側のライト を次は考えろという話かもしれないですけれども、はい、いずれにしても少しね、この立体感を出したライト、ライティングというところに、まあ、一歩踏み出せたという、その程度ですけれども、もちろんプロの方からするとね、あれが足りん、これが足りんとか、もうちょっとこれを勉強しろとか、そういうのはあるかもしれないんですけど、まあなんせね、限られた予算と限られた時間と余暇で、やっておりますので、まあこの程度かなと、この程度から、始めたいというふうに考えております。はい、あとですね、まあ、余談なんですけれども、これをね、撮るためにはですね、デジカメでずっと、実はこれライブビューの状態にして HDMI で、ね、出力してます。だからカメラで、録画しているのではなくて、実は OBS で録画をしていると、そういう状態なんですね。で、なんでそれやってるかというと、ニコンのですね、まあ、他の会社もそうなんですけど、長時間の録画ってできないんですよ。大体ね、29分59秒で、最近出たやつでやっとね、121分ぐらいができるようになったっていう、その長時間録画に関しては、その CCD 側の問題なのか穴なのか、ちょっとよくバッファーの問題なのかわからないんですけど、制限がありますと。なので、こういうその家の中で撮る場合はですね、 OBS にね、もう直でつないで、そこで録画した方が実は
楽ですよということなんですね。で今回、この D850 を買ったタイミングでですね、マイクをまず買ってます、ここにねもう挿してあるんですけど、これがないとねもう音が取れないので、残念ながら挿しましたけど、この ME1 っていうですね、これはニコンの純正のマイクなんですけど、だから上にクリップオンでポンって挿して、横のね音声入力のこれブシって挿すとだけなんですけど、で残念ながらですねコロナのだからかわからないですけど、これで、ね、終売しちゃってるんですよ。生産終了なんですね。ところが、メルカリでですねほとんど使ってない、1回しか使ってないという箱付きの新品、ほぼ新品のやつが出てたので、それでパッとゲットしたものですね。これは本当それ以上ね電池いらないので動いちゃうからですね、コンデンサーマイクらしいんですけど、非常に、使い勝手が、音質的にはどうかなっていう手があるんですけど、その手軽さといざという時に電池が切れないっていう、その安心感でとりあえず買いましたと。あとね、長時間で録画しちゃうとバッテリーの電池切れちゃうんですよ。で最近の機種はそうじゃないんですけど、 USB 給電ができるんですけど、 D850 って5年ぐらい前の機種なので、USB 給電できないんですよね。で給電するためにはですね、なんとねこの別売りの AC アダプターと別売りのバッテリーパック、なんでかっていうとバッテリーのところにこの偽のこのバッテリーを挿して、そこからこうなんかこうケーブルが出てるので、こっちの AC アダプターにそれをつないであげるというですね、まるで20年前かみたいなひどいひどいですよね。今考えるとひどい、ぼったくり商法が横行してたわけなんですけど、昔はね、それの名残というか、もう本当の最後の最後ですね、これが必要でしたということで、これもね、昨日かな、届いたばっかりなんですけど、どんなものかというとですね、今更見たくもないでしょうけど、こういうやつですね。まるで、普通のねバッテリーなんですけど、違うところはこのピロンってピロンって出てるんですよ、これで。ここに AC アダプターを挿すというですね。なのでバッテリー質が、D850 なんですけど、そこにこれブスッと挿して D850 のお尻からこれがピロンと出てるので、こっちの専用の AC アダプターを使って、これで1万円ですからね、ほんとぼったくりですよね。どう見たってなんか秋月でなんかこう980円ぐらいで売ってそうなやつなんですけど、これ、ね、いい商売してますね。もうコネクタのね形が汎用のやつだったら本当になんか秋月で買ってくるレベルのやつなんですが、なんせね特殊なんですよ、このなんか4ピンのやつなんですけど、これね確かね出力がね複数の電圧なんじゃだったじゃなかったな、いや違うな、これね 9V 4.5 アンペアができりゃいいだけなので、9V 4.5 アンペアの AC アダプターをその辺で、見つけてくれば、それで終わりという代物です、はい、これで1万円かひどいな、いいけど、はいはい、で、これとこのバッテリーのところをこうかな、なんか壊しそう、危ねえ、あこれですね、はい、こんな感じで、でこっちを電源つなぐと、でこっちを、バッテリー室にボスッと挿すと、と、D850 が無限に動くというものになります、はい、でこれで、長時間録画が、前もね撮ってたらね電池が切れちゃうっていうですね、そういう事態があったんですけど、これで電池が切れなくなる、ということで、録画向きに、うちの、デジタル一眼レフ機がなりましたというところですね。余裕があればね、ミラーレス機の方にも手を出してみてもいいかなと思ってるんですけど、今のところそこまでは
あのこれできちゃってますからね今ね。 D850 の5年前のデジタル一眼レフ機でもこれだけは実はできますと。なので、ね、無理してね、ミラーレス機買うまではない、という今のところそういう結論に至ってるんですが、まあとはいえね、オートフォーカス切ってたりとかああいう状況だったりとかもするので、ちょっと、AFP のレンズでね 24-70 程度の広角で撮れるものが出ない限りはもしかしたらちょっとオートフォーカスのために、Z シリーズの方に手を出してしまうかもしれないですけど、しばらくはこれで、行きたいなと思ってます。なぜかというとその写真ね、普通の、静止画の方をメインで私は個人で使っているので、どう考えてもね D850 の方がいいんですよ。あの Z シリーズはこの D850 に比類するものは、Z7II かな、なんですけど、Z7II もね、ちょっと割といまいちなので、Z9 じゃないと、おそらく D850 に満足してる人は満足できないんじゃないかなっていうふうに今のところ思ってるんですけど、まあ、なんせ高いですよね、Z9。うん。なので、63万ぐらいするのかな、ざっと。今でもですね、供給不足は解消されたとは思うんですけど、さすがにねカメラに60万出すんだったら俺はハッセルブラッド の, デジタルバッグの方買うわって感じになっちゃうので、さすがに、Z9 は買わないですね。だから Z9 の, 縦繰りがこうカットされた安い Z8 かな、わかんないですけど、D850 に相当するものが多分出るんじゃないかなと勝手に思ってるので、それが出てからまた考えればいいかなと。でそれが多分ね、今の Z7II の価格帯で出るんじゃないかなと思うんですよね。うん、で Z7 がレフ機の D780 相当なので、あ Z6 もなんですけど、 Z6 と7ってなんかね微妙なんですよね今見ると。なのでまあちょっとね、ニコンの、私ニコンをメインでずっと使っているので、ニコンの方のその辺の商品戦略待ち、ということでしばらくこのまま行きたいなというふうに思っております。はい、うちの嫁はね、ZFC を使っているので、非常にZのレンズすげえと、あのキットレンズであんだけ映るというですね、いらんやん大三元みたいな、そういう感じなので、まあね Z シリーズすげえなっていうのは思いますね。思うんですけど、私は今回 D850 買ったっていう、まあそれはその静止画の方を撮るためですね、はい、でした。まあプロで使ってる、お仕事で使ってるわけじゃないので、別に好きなもの使っていいだろうということですね。はい、あとはおまけなんですけど、 L 型クランプもゲットしました。RRS ですね、リアリライトスタッフの D850 用の L 型クランプを実はつけてます。つけてるんですけど、実はクランプ側の方が実はない状態です。今ね、アルカスイスのモノボール Z っていう10年以上前に買ったやつを使ってるんですけど、それは当時ね、B&H で通販で、海外で個人で輸入、出た瞬間に個人輸入したやつをここで使ってるんですけど、クランプがね、丸型の普通のねじ込みのやつ、を買ったんですよ。なんでかって言うと、アルカスイスの、クイックリリースのクランプがめちゃめちゃ出来が悪いって当時から言われてたので、まあ、だったらレアリーライトスタッフのやつに変えようかなって思って、そのまま10年過ぎたということで、今買おうと思ったらね、売ってないんですよ。国内流通ゼロですからね。だから、で、輸入しないといけないけど、まあ、ご存知の通り RRS から個人輸入すると送料だけで120-130ドル取られて、しかもね、税関で追加でお金取られたり税金取られたりするので、まあね、プレート1個買うだけでも4万円ぐらいしちゃうんですよ。だからRRS はちょっとしばらくダメだなと思ってたら、メルカリで D850 が出てたのでパッと買っちゃいました。はい、これ安かったですね、数千円でした。はい、ありがとうございます。というふうに、録画
の環境ですねを着々とよくしていっております。クランプの方もあとカークのクランプ、あの普通のネジゴミのクランプの方がおそらく他の互換性、メーカースモールリングとかね、今後多分使っていくと思うんですけど、ああいうのをこう締め込むときにね、RRS のクランプだけしかダメだよって言ったらとてもじゃないけど使えないので、互換性が高いやつを今後入れていこうかなというふうに思っております。はい、録画環境全く興味のない人からするとこいつは何を喋ってるんだととっとと基板の紹介しろというような動画でございましたけれども、まあもしかしたら他のその普段ねアーケード基板とかゲームとかあんまり触ってない方でも、まあ、こちらの方の情報が必要な、層がいるかもなと思って、まあ、念のため撮ってみましたというところです。はい、で並行でですね、まあ、ここにですねデコカセットシステムの大カセットの環境を今、チェックしておりまして、例えばこれですね、これほぼね幻の環境なんですけど、テアクの MT2 っていうで、テープストリーマーっていう装置なんですけど、ここに、データリストの デコカセットシステムの大カセットですね、大カセット、普通のデータリストのデコカセットってちっちゃいんですよ、もっとねミニカセットの亜種なんですけど、これは普通のいわゆる音楽のテープと同じ大きさのやつです。これがいわゆる幻の大カセットシステムなんですけど、ここで今検証やってます。はい、というのをですねおいおいご紹介できればなと思っておりますので、実はまあ動画にしてないだけで裏でやってますよというところですね。あと基板もねとんでもねえ基板を実は年末にゲットしてきましたので、これもまた改めてまだね動作検証できてないんですよ、こんな感じでとっちらかってるので、まずはこのライトの環境を揃えないと全てが始まらんということでですね、先にこの動画を撮っておりますというご紹介でございました。はい、それではまた別の動画でお会いしましょう。では。